東京学芸大学附属高等学校。東京学芸大学附属高等学校。東京学芸大学附属高等学校。東京学芸ユニバーシティシニアハイスクールは、東京都世田谷区下場にある国立高等学校。通称、学府、不幸。東京学芸大学の附属学校である。1954年、昭和29年に、東京学芸。 大学教育学部附属高等学校として開校。2014年、平成26年に創立60周年を迎えた。学年の役は附属中学校の3校、世田谷、竹葉小金井から附属中学校枠で入学する。附属中学生の入試は2016年、平成28年入学生まで一般中学生が受ける入試と共通の入試費、共通問題であったが、 2017年、平成29年入学生から一般中学生より早い時期に異なる問題で行われるようになった。この付属中学生入試の形式は時代とともに変遷している。また、本校は1975年に太陽国からの留学生を受け入れを開始した。2012年度より文部科学省からスーパーサイエンスハイスクールの指定を受けている。 2014年度より SGH アソシエートに選定されている。SSH 及び SA の活動として、日中ティーンエージアンバサダーやチュラポーン高校、太陽国との交流事業、生徒主体の校内団体であるインカフェやグローバルカフェ、ICT 等を利用した事業や学習で出される、レポートなど、先進的かつ積極的に取り組んでいる。 154-0002東京都世田谷区下和4の1の5生徒の大半は東横線を利用している。学芸大学駅からの道のりは最初はやや複雑に感じるが迷うほどではない。分離の強化選択は3年生からであり、2年生までは分離を問わず社会科や理科を幅広く履修する。なお、3年生では理系学科志望の学生が文系科目を履修する。 と、文系理系の枠にとらわれない科目選択を行うこともできる。授業の内容は一応教育課程と教科書に沿ってはいるが、多くの教科は教科書の水準を質量ともに上回る発展的な授業を展開する。国内の高校としては2003年の科目、情報が導入される前の1995年によりコンピュータ教育を取り入れており、 アップルの HP では、その授業風景が特集されていたことがある。SSH や SGH を授業内に取り入れており、希望する生徒の探求心を応援する体制も万全である。国際化への取り組みは、タイチュラポーン高校との交流や、グローバルカフェのイベントを通して、自分と異なる文化、視点を持つ人たちとの交流を通じて、生徒たちに、 新たな学びの場を提供している。年に3回、計8週間、東京学芸大学の教育実習を受け入れている。1936年、昭和11年、東急電鉄総水、後藤慶太の誘致によって、赤坂区青山北町、当時から移転した東京府青山主藩学校として建設され、1961年、昭和36年以降は、 大学の小金井店に伴って開いた敷地の一部と建物をそのまま用いている。このため校内は非常に広く大きなグラウンドが2つ、大グラウンド、芝グラウンド現在は芝はないと体育館が3、大体育館、小体育館、第一体育館、柔道場、さらにはそれらとは別に公道、西建、別館がある。L 字型の校舎は 青山市半学校の歴史的な建造物で、テレビドラマや映画の撮影に使用されたこともある。正門から昇降口までは、見事な銀南並木が並んでいる。季節を通して、美しい並木の様子から、ロマンス街道と生徒の間で呼ばれている。949-2235新潟県妙高市大技、関山6392-5。 約110名が宿泊できる施設であり、体育館、球道場などを併設している。かつては、坪竹スキー場の運営をしていた。一年次の林間学校、スキー教室、部活動の合宿などで利用されている。また、保護者、在校生、卒業生のほか一般の個人利用もできる。最寄り駅は、東急東横線学芸大学駅。 日順は複雑ではあるものの、駅前の交番には同行までの地図が常備されている。田園都市線3軒、茶屋駅からも歩けるが、渋谷駅での乗り換えの便などから、田園都市線沿線在住の生徒以外は、ほとんどが学芸大学駅から通学している。なお、渋谷駅南口から学芸大学附属高校の前まで、東急バス、野沢龍雲寺循環が出ている。また、 三軒茶屋駅北口からも、学芸大学附属高校付近、徒歩1分未満まで、東急バス、目黒駅業が出ている。また学区制限がないこと、帰国史上を受け入れていることから、近隣で一人暮らしをしている生徒も存在する。同校では、制服着用義務が、生徒に課せられている。冬服は、制定されてから、半世紀間。 ほとんど普遍の伝統あるデザインとなっている。男子の上着は、スクールカラーである紺色の学生服に、銀色のボタン、爪襟の左襟には、大山記の花をかたどった大きい銀の交渉バッジをつけ、白いプラスチック製カラーを入れる。女子の上着は見頃、襟とも紺のセーラー服に、紺色の三本ラインとなっており、襟には、男子と同じ、デザインの交渉バッジと、胸当て、 制服制定当初にはなかったが、後に装着を、規定をつける。スカートは24本ひだのプリーツスカートである。胸には青いスカーフを結ぶか、最近指定された青い成形済みリボンをつける。月高結びのスカーフが清掃とされているが、普段の学校生活では指定リボンをつける生徒が多数である。ズボンとスカートは共切れの紺色である。なお、 両端にプリーツを折ってから結ぶスカーフの札か結び。か結びは1960年代に女子生徒たちが自主的に開発した着こなしで今では不幸の伝統として認知されている。6月から9月は夏服期間である。男子の上は胸に交渉を表示した白ワイシャツ、ズボンは1964年から霜降りに変更された。また女子は 交渉バッジをつけた紺の襟に白い身ごろ、紺の三本ラインのセーラー服であるが、胸当てはない。スカートは冬と同じ紺色。5月及び10月は移行期間であり、夏冬どちらの制服を着用しても良いことになっている。創立当初は、性暴、黒色学性を着用も義務で、服装指導は厳しく、男子生徒は性暴を崩して、学校側に、 ささやかな抵抗を示していたが、1969年度から、性暴は自由化された。その後、生徒は引き続き制服自由化を要求したものの、激しい高校紛争と、その直後に新聞部を中心に提唱された、制服廃止要求にもかかわらず、学校側は、制服の同一性が、共に学び共に語る友情の絆、高校集団としての意識の形成に資するとして、 積極的意義を唱え、制服そのものは廃止されなかった。しかし、学校に対する意地の見せどころとして、男子生徒は、自主的に爪襟のホックを外すようになり、1970年代には、開いた襟元から中のシャツを覗かせる、不交流着こなしが、ほとんどの生徒に定着し、その後、1990年代半ばに、製鉄会が、 制服自由化運動を展開したことがあったが、全校生徒の間に廃止の機運は盛り上がらず、立ち消えとなった。男子が夏服の胸に交渉バッジを装着する規定は、従前ほとんど守られず空分化していた。そこで、他校生徒との区別を図るため、今の交渉アイロンプリントが新たに制定され、交渉バッジを装着しない場合はこれを付けることが求められるようになった。 制服には時代の変遷とともに受け止め方の変化もあったものの、同窓会が解放で制服を大きく特集するなど、制服は不幸の不可分の伝統として明確に認知され、生徒が自主的に作り上げてきた着こなしとともに、学校のアイデンティティとして不幸に関わる全ての人々に定着しており、現在の生徒からの人気も高い。1クラスオームに40人程度の編成で、 A 組から A1 組までの8クラス3学年の24クラスで推移している。1クラスには前日した3つの付属中学校からの内部進学者と外部進学者、さらには帰国子女1学年に30人程度とタイからの留学生、1学年に1から5人程度が混ざって構成される。学区による通学区域の制限はなく、全国から入学者を受け入れている。 月別行事表、一年次に参加室の林間学校、妙高山登山、冬のスキー教室、希望制は妙高寮にて行われる。また実習や劇鑑賞のほとんどにレポートが課されている。全校的な盛り上がりを見せる。クラスごとに出し物を決めて参加するが、毎年一年生は、娯楽、二年生は、食品販売、模擬店、運動部も、食品関係の模擬店。 三年生は演劇となっている。特に三年生各クラスの演劇は、キャストだけでなく、戯曲準備、演出、衣装、小道具、大道具から、予算管理や著作権処理等の制作などの、スタッフワークをすべて生徒が行う本格的なもので、拳祭りの目玉となっており、三年生の演劇に憧れて、本校を目指す、受験生もいるほどである。その他にも音楽部や演劇部、 合唱部、ダンス部、中庭ステージ、通称、中捨てでのライブなど出し物も行われる。また、拳祭りで発行された文芸部の武士に掲載された作品の一部は、外風電子版というサイトで読むことができる。タイ王国留学生によって、毎年出展されるタイ風喫茶店は、タイ料理も提供される本格的なものとなっていた。近年は、飲み物の販売を行っている。 一部保護者より3年時の夏休みを拳祭りのクラス演劇に費やすことが大学受験の障害になるのではないかという指摘がなされ拳祭そのものが7月に開催されたこともあったが現在では9月初旬から中旬の開催に戻っている2016年11月東京学芸大学は2015年5月から9月にかけ在校生と1人が 同学年の生徒複数人から体育祭練習時に障害や脳震盪を負ったりいじめを受けていたと発表。また、国立学校の場合、重大事態は文科省へ報告する義務があるが、2016年3月まで報告をしていなかった。いじめは認識していたがいじめが重大事態とは認識していなかったとして、副学長他関係者12人に対する、 開国等の処分を発表した。なお、警視庁は関わった男子生徒二人を送検した。毎年、国公立東京大学、一橋大学、東京工業大学や、私立慶応義塾大学、早稲田大学といった首都圏の国公立私立の難関大学に数多くの合格者を輩出している。2016年度の大学合格者数、浪人含むは、 東京大学が57名、57名進学、慶応義塾大学が148名、54名進学、早稲田大学が177名、46名進学である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。